先生今まで三十四年間夫婦問題に携わられてきたんですけれども、その中でもうまあいろんな原因があると思うんですけれども、でもやっぱりこの五つが主要な原因になっているよっていうのがあったら教えてください。うん、まず暴力ですね暴<力>うん。暴力はもう犯罪と言われてますから、この暴力を女性に対して明らかに男性とその力関係で弱いっていう女性に対して。 やっぱり暴力をを振るうっってていうところは、まあ、私は私離婚をおすすめしてますね。やっぱりその妻という大事にしなければいけない協力し合わなければいけないそういう存在を暴力っていう形で本当にこう黙らせるとかもう抑えるとかそういうことがあってはならないこと。 もう身体的暴力、それはもう本当にお医者さんに行って全治もう週週間、2週間ななんつったらももうう相当な暴力ですよね。もうこれでうちの相談者なんかでも刑事事件に発展して本当にもう罰金では収まれない起訴されてしまうなんていう事件にもつながってたりしますからこんなのはやっぱり夫婦であってもいけないこと我慢する必要はないしよく DV サイクルで 本当にハネムーン期すごく優しくて優しくてその時のことをもうそっちが当たり前だと思って暴力は間違って起こしてるんだとかもうあれは愛の裏返しだなんて言って自分にいいように解釈してる女性たちもいるんですけれども今はそんなの通用しない時代もうハネムーン期とそれからもう DV 期が もうサイクルになってくるようなのはもう明らかにそれはもう別れた方がいいに決まってるじゃあ先生のところに相談来る方なんかもいや絶対それすごいやられてるんだからもういや別れた方がいいよって言っててもいやそれは私がみたいな人もいるんですかいるんですよ本当私が悪くてみたいなでもそれは自分としては愛情だと思ってるんだけれども愛情じゃなくて依存執着みたいな裏返しの人が多いからやっぱり 精神的自立をして暴力はいけないことなんだましてや妻という大事な存在に暴力を振るうっていうことを 平気でする人、こういう人を許してはいけないっていう気持ちにならないと、まあいつまでも暴力を振るわれることになっちゃう。まあそしてもう一つ、身体的暴力じゃないんだけれども、精神的暴力にモラハラっていうのがあって、モラルハラスメント、まあ道徳的なことを押し付ける。自分は正しいと思って、まあ妻に暴言を吐いたり、それから物に当たったり、そういうことをする。それから無視するっていうのも、精神的 DV、モラハラって って言われてますけれどこれが今すごく多いうんやっぱりね暴力は犯罪だねやっぱり起訴されることもあるっていうのがだんだんともうどこぞのポスターなんかでね言ったらもう暴力はいけませんみたいな書いてあるじゃない芸能人がその広告塔になって警察のポスターとかでストップ暴力なんて書いてあるからそういう意味ではその 暴力はいいけけないっっててことが分かってるわけだからもうこの殴る蹴るをしなければいいやと思ってその自分のストレスを思い切りぶつけて怒鳴るそして物に当たるそういうのも実は精神的暴力でこれも暴力の一種って言われててこれもね密室で起こってるからそういうことをする人に限って外ではものすごくいい人なわけ。2人だけの世界でそれをやるから、はい わかんないの人にで自分はやっぱり自分がいけないんだ自分が悪いんだっていうところで、まあ、身体的暴力より分かりかにくい明らかにここにあざができればねああって思うけどあざもできずになんか私がやっぱりいけないんだってもう何時間も説教されたりお前が悪いって言ってそうするともう。 フラフラになっちゃって、もう洗脳状態であ、私が悪いんだ、悪いんだって思ってしまう。それね、結構本当に今ストレス社会と言われてて、はい、モラハラをする方も実は自分がモラハラをしてるっていうのがわからない。されてる方もこれがモラルハラスメントだっていうのがわかんなかったりするから、 割と長く続いちゃっって病気になったりもう弱ってしまって精神的にもう立ち上がれないみたいな人も結構増えてるそれってでもどういうタイミングで気づく人が多いんですか人に相談した時ああ おかしいよみたいな、うん、実家に帰って親にとかそれから友達になんかこんなこと言われちゃったんだこういうことが起きたんだと何時間も座らされて夜も寝ないでいろんな説教みたいなことを言われたんだって言ったらそれも裏払いよって人に気づかされるまあそう今回さ離婚するケースってことなんですけれども例えば目安みたいなのとかってあるんですかもうやっぱりもう一発で離婚しちゃった方がほうがなんかそれともちょっと ここういういところを見ておくととろ見く治るる可能性があるとかえと、ね、暴力の場合は本当にもうふるってたら即離婚を逆に勧められてしまう弁護士にもそれから裁判所で調停員とかでもこんなひどい暴力だったらもう離婚じゃないのっていうアドバイスを逆に受けたりもします。だから まあ一発アウトはやっぱりそういう診断書のある暴力それは暴力っていうんで認められちゃうケースが多いね。モラハラの場合はちょっと分かりにくいけれどもやっぱりそれも病院の診断書で 精神的に甘いっ,てるよっていうような診断書をもらってモラハラによるとか、まあ、そういうことを医者さんに書いてもらえばそれも認められるケースが多々多いねでも,もう一番やっぱり暴力っていうのとそれから証拠があるっていうのが離婚に一番こう有利っていうか離婚につながるだから明らかじゃない証拠がある。 相手が、ね、有責だよっていう責任があるよっていうところで暴力もそうだしあと浮気っていうのも、ね、結構これで、うんうん、浮気もね本当に離婚をお勧めする場合があるね。 どんなにやり直したいって言ってもうちは相談者の幸せってことを考えてやり直したいって言っても相手あることだから相手がもう帰ってきません明らかにもう愛人ができて子供までできて帰ってきませんなんてケースもいっぱいあるわけ。そういういのを まあ本当にやり直したいって言って待ってても時間の無駄だったりするから、まあ、そういうい面ではは離婚を進めるるケースはあるねもう帰ってこないような浮気の場合明らかに待ってても無駄やり直そうとしてもすればするほど逆に相手からもうなんかやり直せないんだっていうことをいろいろ言われてその言葉が かえってショックにななるようなこと「お前のこういうところが嫌だった」って言って悪口の応酬そういうのを言われた時にもう立ち直れないぐらい。うん 精神的に傷ついちゃうようよな浮気治らない浮気ってのもあれでね一旦その時に帰ってきてもえ治らずまたすぐ浮気に走るような人それも戻ってくるからいいじゃないかっていうけどやっぱり女性をバカにしてるなんか本当に大切にしてない自分の妻をっていうのの表れだからそういうのは離婚を勧めてるな。逆になんか ううういいいいい浮気だっっったらまあちょっと様子見ててももんんじゃないっていうパターンもあるんですかそうね本当に出来心っていうのもなくはなくてやっぱりこう本当に奥さんがもうご主人のことをほったらかしててまあ子供に目がいっちゃってご主人を全然ねぎらわない優しくしないっていうところで、まあ、たまたま女性に誘われちゃって行っちゃったみたいなところでまあそれを必死になって。 奥さんに謝るごめんなさいって言ってもう二度としませんって言って、まあ、正直に謝ってくれるそしていろ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 自分がしたことに対する責任奥さんにお金で慰謝料を払う人もいればなんかもう奥さんの言うことを聞いてそれからもう家庭を大事にするようになったとかそれからなんかプレゼント攻撃する人もいるよねなんかバッグ買ってあげたりみたいな「ごめんなさい」ってところで。 そういうのは愛嬌もあるし、うん、もう今度二度としないでねって私も気をつけるわっていうところで丸く収まってる夫婦は多々いるこれとうん繰り返して「あっもううちの女房はまた許してくれるんだ」ってなめてかかるようなそういうご主人の場合はもう治らないからそういう浮気は、うん、離婚を進めることが多いね治らない浮気。 治るか治らないかっていうのは本当わかんないんだけど私たちぐらいいろんな人見てくるとやっぱりこういうやり方をしてる人は反省がないなっていうのがわかるからもうちょっと謝ればすぐ許してくれるみたいなそうやってもう奥さんの性格を知ってもうそれを逆手に取るような人はやっぱりもう治らないから離婚だね。<婚>浮気暴力、借金、もらはら夫婦問題は離婚救急隊に相談。 夫婦問題カウンセセラーー無料セミナーも開催中詳しくは概要欄からそしてまだあるんだけれども、はい、セックスレスっていうのも近頃多くて、はい、うちに相談に来て本当に「夫婦生活はどうなんですか?」って「もう10年もしてません」とか「20年もしてません」みたいな人もいて「えー?」みたいな「もうあなたの青春どうなっちゃうんですか?」ってあなたの女としての喜びとかねそういうことって 封印しちゃうんですかっていうように思うようなケースが多々あってそれがお互いに夫もしたくないこっちもしたくないでも家族がまとまってるよっていう時は構わないんだけどセックスしたたたい、いいいい夫と愛を確かめ合いたいみたいな人いるわけ。逆に妻と確かめ合いたい、ね、セックスで喜び合いたいっていう人がいてそれが片方だけ。 そう思ってて片方が全然そんなこと思わないみたいな場合はやっぱり喜びを知らないまま。 ね、そして夫婦の,その交わりっていうところの絆っていうのを深められないような場合離婚を進めてほかでの何か,かパーートナー探しに行っった方がいいいんじゃないってアドバイスするるもあるそうなんですねなんか浮気とか暴力とかっていうのは結構こう証拠とかもあったりとか離婚に至るケースっていうのは結構思い浮かぶんですけど、うん、セックスレスが原因っていうのも最近多い、うん、だって もう日本は一夫一歩制でよその人とセックスしたらもうそれは不倫遺写料請求ね離婚の原因ってなるわけじゃないっていうところで言ったらその夫婦生活セックスっていうものも含めての結婚ってことなわけよもう本当にそれってなんか言い方悪いけど義務でもあるし権利でもあるみたいなもう結婚って言ったら付き物みたいなうんでも最近はいやそんなことは関係なく一緒にシェア して一緒の屋根の下に住んでなんか協力し合ってその夫婦生活っていうかセックスはなしでいいよっていう2人もいる考え方がでもそれならいいのそれならいいの2人が同じ考えだったらいいんだけどかたやそうじゃないセックスしたいよかたややだよっていう場合はこれは「やだよはやだよ」の組み合わせがいいし「したいはしたい」の組み合わせがいいから。 この組み合わせは間違っっててるんじゃなないかなってとこころで、れだけ出会いの多い世の中だったら組み合わせを変えるのもありじゃないってところでよほど経済がね離婚したことによって困窮するとか子供がいて親がいて。 絶対反対みたいなことがない限りは新しい人生っていうところでおすすめするケースがある調停とか裁判に離婚を申し立てるとき、うん、セックスレスっていうのはどれぐらいの重きを置いた理由になりそうなんですそれはその人それぞれが考えることで本当にこれが結婚生活を 続けられないぐらいの精神的苦痛と思ったらそれは離婚理由になっちゃってあのそれで慰謝料を取られちゃってる人もいるセックスをしないがゆえにそれはね結構ねしたい方からしてみたら拷問に近いそれって本当に精神的苦痛を負わされててるっていいいうに思いかねないこれやっぱでも時代とともにだいぶそれは理解されるようになった感じがありますかそうだね、本当ににセックススレが別にやりたたくなかったらいい なないかんだけどそれが結婚生活を続けられないぐらいな重大な精神的苦痛っていう理由っていうことになるっていうのは結構今時の判断昔はそんなのね。 なくたってみたいなのがあったしそんなことでっていうのは欲情型みたいに思われちゃってなんかそんなのが好きものって思われちゃう嫌だみたいなのがあったけど今はそれも当たり前の意識でそれも含めて まあ結婚生活なんだよっていう意識が高くなってきてるからまさかそのセックスをしないことで慰謝料を取られるなんて思ってない人も結構いるけど実際は本当につらかった苦しかったっていう奥さんの訴えで慰謝料をとらえてるご主人が何人かいましたよ。あと借金っていうのがうんやっぱり暴力浮気借金っていうのがもう昔から離婚三大理由だったわけ。 そんな感じで借金っていうのもすごく問題だったんだけど今本当にその濃霧があって昔からのその流れがあって借金っていうのはもうイコール離婚だみたいなのがあって借金するなんてとんでもないっていうところで家庭を脅かす。 もう重大自由だってことに皆さんが思って借金はもう親も「いやうちの夫が借金して」なんて言うと「もうそんなやつは離婚だ」とか「危ない危ない」って友達にも言われたりするの。でもも借金にいいろろ理由があって結構 こうね借金してる人って奥さんががっちりお金を貯め込んで奥さんが小遣いくれなかったりまさかの時のお金って言って貯め込んでるお家があるわけでそれで「お小遣いをくれ」って言っても何に使うんだって怒られるだから言えないだからニコニコして「ようこそうちへ」みたいなサラ金に行って。サラもうほら 調査するから返せないような人にはさすがに貸さないわけよ。この人なら返せるだろうっていうもうプロの調べによってこの人にお金を貸すわけだから返せる借金しか貸さないわけ。だからそういう場合は離婚じゃないんだよね。やっぱり本当に家庭を脅かすほどもう明日の食べるお金もない病気になっても手術もできないみたいな それぐらいもう借金してお金がなくなっちゃってみたいなそういう時はもうこんな人とは離婚して早く逃げた方がいいよっていうアドバイスをするやっぱり借金にも2つあって返せない借金それから返せる借金だから返せないほどの借金をしちゃったらもうその人は計画性がなくて。 もう家族のことも考えてない自分のことしか考えてないっていうのとイコールだからまだ親に借りてるとかそんなんだったらまあ返さなくたって親の場合はね親子なんだからっていうのもあるけど他人に借りてて返さななないとかもう信用なくなってくっるよねそれからそういう皿、ね、金みたいなところにちゃんと契約書も組んで返さないみたいな人うんそういう人は本当に離婚した方が よくて、ストレス貯めて病気になっちゃったりする方が怖いなんかよく先生がライブの時の返答とかでやってるのが、うん、まあその借金をいっぱい重ねたとしてもむしろもうさせときなさいって別にこんな、んね今の時代そんな妻は関係ないんだからとかって言ってるんですけれども結構そういうパターンもそういう荒領事みたいなこともあるんですかう、ね、もう本当にまあ返せるような人、ちゃんと働いててで、ちゃんとサラ金屋がその人は返せると踏んで ね契約までしてやって返してるような人そんな人に「さラ金屋の金利が高いから」って自ら夫が頭下げて「まあ、サラ金屋にお金借りちゃって返せないから貸してくれよ」とか「返してくれよ」とか言わないうちに何か勝手に金利が高いからつって返しちゃう実家から借りたり貯金下ろして返しちゃう人いるの妻が,妻が。また 困ってないうちに返せるうちになんかそんなの先回りしてやっちゃうと結局それは当てにしちゃってあ,あるんじゃないかうちはと返せる金あるんじゃないかってだったらもう妻に出してもらった方が得うっつってまた枠が増えてそこでまた借りちゃうよみたいな人がいるわけだから本当に その借金癖を直すためにはもう妻は返さないどうなっても返さないそして様子を見てこの人のその資質を見ることよね返さないから泥棒してくるような人はもうダメだし返せないからね親に借りてでも返すっていうんだったら自分の親に借りるのは大いに、ね、結構よ、ね、妻の方の親に借りに来たらとんでもないわよ、ね、だからそうやって、ね、夫の資質を見極めて これは継続すするるに値する夫なのか、もう捨てるに値する夫なのかっていうのを見極めないといっつも借金で苦労しなくちゃいけなくなっちゃう。あとみんな妻はうちの妻はしっかりしてるから絶対ため込んでる何かあった時は他人に迷惑かけないで妻に頼ればいいやと思ってる妻の性格を駆使してる夫がいるわけよ。これはね、ね。本当に、ね すごいんだよよ夫婦ってもうよくわかっちゃうんだねだねからそういうちょっともう妻の性格を駆使してる夫の場合はもうなんかいざとなったら妻がってもう安心しちゃってるからちょっと妻も脇を固めないと夫にね貯金してるなんて思われないようにもう空っぽの貯金通帳を持ってって「うちにはね」ってこれしかないのよってこれがうちの全財産よって見せると「おお」ってなって。 ここれしかかかないんだっったらちょとと働こうかとか、ね、借金はやめとこうかみたいいな人も結構いるやっぱり妻の真面目な性格を読み込まれちゃってると逆にその上手をいかれる場合もあるからね妻もしっかりしないと借金の場合はやられちゃう、はあ、借金だったら全てアウトじゃなくてそういう見極め方が。 だから前にもうちでね借金して親から離婚を責められてると親はもう離婚してくれと家へ帰ってきてもうあなたに困るようなことはさせないって言っててあのうち子供が2人ぐらいいたのかななんだけれども、まあ、その話をして「あなたがしっかりしてるから夫はもう安心して平気で借りてんのよ」って、まあ、言って、ね、返せると自分で返せると思って。 妻に迷惑かけてないでししょょっってててサラ金から特来てないでしょってでもねその借金で親が目くじら立ててるんだったらもうとにかく貯金通帳全部見せてねもう下ろしちゃってもううちに、ね、はこれしかないんだよって見せたらね夫が改心するんじゃないっつったら本当に改心してくれて今その時2人だったんだけど。 今もう二人人増えててになってる小だ,くさんだからそういうふうに、ね、お互いが分かれば借金でもう,んうまくいくケースもあるしなくなるやっぱりね結婚ってさ幸せになりたいから結婚するんであって、ね、不満だったり不幸だったりで結婚生活って続けていけない。特に やっぱり今までの時代はは我慢していつか幸せになるはず夫が死んだらとかね <laughs> いつか幸せになるはずお金がうんと貯まったらみたいなそういう風な時代があったけど今はもう長生きの時代だから我慢なんかしないでやっぱり一人を謳歌して自由になったり相手を取り替えてパートナーを新しくするっていうような時代でもあるから、まあ、大きくくくって。 5 0ね離婚した方がいいケース5 0まあでも一概にともちょっと言えないんだけどもその中でもねこれはねっていうのもあるんだけれどもやっぱり本当に婚姻生活を続けられないぐらいの苦痛になるようなものはもうすべて離婚ですやっぱりそんなね苦しくって辛くってっていうような人生が 結婚生活でそんな人生いらないです。今はいくらでもね、幸せの道を選べるんだから、それは早く離婚して次の人生に行った方がいいって場合が多いです。えー、皆さんこのチャンネルもね、登録していただいて、そしていいねボタンを入れて、コメント欄にもいろいろご意見いただけるといいかなと思います。ではまたよろしくお願いします。